さあって今回のモビルスーツは？おお、百式か。今回は機体調整された百式を使ってもらうぞ。了解。ペペスペ、百式、行きます。百式が機体調整で強くなりすぎて楽しい。どうも皆さん、ペペスペです。百式が輝く時代が来たか。やーやーマリサだぜ。今回はユニット調整があった百式を使っていくぜ。どんな感じで調整されたんだ？枯渇主版にて2023年5月に実施したユニット調整を、Steam 版でも同様に実施しました。今期は中近距離戦での対応力と、俊敏性の高さを特色とした強襲機としています。過去の調整ではモビルスーツ損失数を改善するため、主に装甲の強化を行いましたが、各種戦績が再度低下傾向にありましたので、各項目を調整しました。余ダメージの獲得及び敵機の体勢を崩す機会を増加させるため、副兵装頭部バリカン後期型を各種性能が向上した百式用頭部バリカンに変更しました。さらに格闘士兵装百式用ビームサーベルのクールタイム下格闘補正を強化しました。モビルスーツ損失数を改善するため機体 HP スピードを強化するとともに、スキルアサルトブースターハイブオプション特殊干渉剤の LV を強化しました。さらにスキル耐爆機構を付与しました。機体 LV 3以降の戦績が低下傾向にありましたので、火器の強化を行いました。スキルスラスター出力強化を付与、スキルマニューバーアーマーの LV を強化、対 LV4 にスキル追撃格闘補助プログラムを付与。って感じでかなり強くなったよ。と言っても私は手に入れていなかったから調整前がわからないんだけどさ。でも使いやすいんだろ。使いやすいどころか強すぎる。まず格闘のクールタイムだけど、 M 格下格をキャンセル入れることによってダウン後もしっかり与えることができるよ。そんなに早いのかよ。サーベルのクールタイムが 2.5 秒から 2.0 秒に縮められ、特に効くのでが早いからありがたい。その下格も色気の補正値が上がっているから強いっていうな。頭部バルカンはどうなんだ。よろけ蓄積と連射速度はかなり優秀だね。そして機体の調整が肝で、まず機体 HP1 万、7000矢印1万、8500に上昇。もともとの補正値が高いから結構耐えるっていうな。スピードが135から145に上昇。145ってめっちゃ速くね。めっちゃ速いからレレレ動きがおかしくなるよ。ただ本当の恩恵を受けれるのはリブ4の百式かな。スラスター出力強化、マニューバーアーマー、追撃格闘補助プログラムの付与だからな。その追撃格闘補助が火力マシマシをさらにマシマシにさせるのよね。次郎の注文するときの呪文かな。今回は550コストの百式を無料で手に入れられたから使っていくんだけどね。ちなみに550コストの百式はこんな感じのステータスとなっているよ。タイビーム補正が素でグイな。そしてカスタムパーツは格闘補正ゴリゴリで入れてるよ。足回りが素で使用していて問題なさそうだしな。ルブ4の百式ならオーバーチューに入れてもいいんだろうけど、今回使用しているのはルブ1だからちょっと中途半端なカスタムパーツ構成になっちゃってるね。スピードをカスタムパーツで150まで上げたから、さらに動きに俊敏性が出ているから相手も射撃を当てにくいと思うよ。早送り再生しているような動きしているしな。早めに引くことで歩いてでも十分逃げ切れるから、スラスター節約にもなるよね。なるべくなら怠慢で戦える場面があるとかなり優秀なんだけど、このマップだと汎用機が中距離でバカスカ撃ってくるから難しいんだよね。しかもちょっと面倒な仕掛けもいるし、下手に近づけないっていうな。実弾補正が低い百式としては相性としては最悪だな。なんかこっちに陽動して支援砲撃に巻き込まれてくれないかな。下手は突っかかりそうだな。ヘイブル、アウスラが下でちょろちょろしていたのか。アウスラはまだメインがビームだから低いだな。だけどリーチの長い格闘されるのが厄介なんだよね。お、いい具合にリンチされてるやん。みんなで足狙って起きろうとしているのか。格闘で勝ったか起きろうと思ったけど、味方の格闘に巻き込まれたんこ。できれば撃破したかったけどダメージ稼ぎできたしいいか。サイサリスビームバズーカ降りてきたけど逃げちゃったな。なんか後ろで突っ込んできた敵モビルスーツおるから、そっちから倒すかね。同じ弱式だな。格闘モリモリスキで足こきさせてやんよ。ギラズールの人ごめんね、その分削っておくから。 M 格とした格でざっくり計算で7000ダメージを2セットできるって怖すぎんだろ。これだけ強いと怠慢だと相手をボコボコにするのも読み嫌で、サイサリスの追撃阻止にビームライフル使っちゃったから、クールタイムまで頭部バルカンでよろけさせようとしているんだけど、思ったよりよろけない。頭部バルカンでよろけ狙うならダッシュしながらとかが無難じゃね。動画見直して格闘で追撃阻止すればよかったんだけど、カウンターを警戒しすぎて突きつけるんだよね。ダッフルでカウンターと回避の保険付きでしたけど、緊急回避すればよかった。緊急回避ウブ2だからスラスター全て使わないしな。飛ばしても2回使えるしね。アウスラは逃げちゃうだろうし、適当にダメージ与えておくだけにしておこう。近くにいた敵モビルスーツはスタジェだったか。スプリムガルスにボコボコに殴られているから倒してくれるとは思うけどな。スタジェは倒せたみたいだから、アウスラ追いかけて倒せればいい感じかな。アウスラガン逃げしてんな。ビームライフルでよろけ取れないし、追いかけている間に他の敵リスしてきそうなんだよね。まあそれはあるだろうな。味方と動き合わせて突っ込めるときに突っ込めばいいかな。敵モビルスーツがリスしてきたな。5番機の人孤立してるけど大丈夫かな。チラッとミサイルサイサリス見えたから積極的に狙っていきたいな。孤立はしているがちょっと距離が遠いな。どう攻めようかなって感じだね。シスルムガルスは橋の下にいる敵に下げられてる感じかな。
な。さらに敵もビルスープリッシュてきたぜ。格闘士に動きたいけど下手に動いたらボコボコにされそうなんだよな。ギラズールがミサイル食らっているってことはこっち見ていないな。一発で3000ダメージ出るのはスイーティー。もう一度与えれば格闘で倒しに行ってもいいかな。逃げられたな。これは仕方ないから他の敵もビルスープ狙いに行くか。おドームにいた敵こっちに逃げてきそうだな。はい、格闘で撃破されていってね。ゆけ、こっちに気がついた敵もビルスープ。あ、ちょ、大佐率のわがままボディでドームな。これはマジであかん。倒した敵もビルスープが壁になって逃げれないのはさ。悲しい。再出撃の前に敵が密集しているから支援攻撃ペットしておいたわ。敵モビルスーツ一気は落とせたようだな。おっと後ろ向警戒の仕立てはここである程度削っちゃいましょうね。あ、これ下角当たりか。ギリギリ当てた感じだな。よしよし、足を狙って格闘を叩き込むか。半分以上 HP 削れたな。あとは5番機の人に任せて右側の乱闘に加わりたい。かなり荒れ狂っていそうだな。あれ5番機気がついてなかったのか。結局仕立てと怠慢は継続しそうだな。実弾だらけの汎用と怠慢は相性最悪だわ。しかもよろけ蓄積高いものばかりだからな。下手に顔出せないし困っちゃうわ。格闘まで持ち込むとしたらバズースターとビームライフル当てて格闘に持ち込むしかないな。ミサイルボットが飛んでくるのも困るのよね。本当に八方塞がりじゃねえか。強襲機が仕立てに怠慢挑むもんではないって。よし、足に蓄積ダメージを与えながら足突すればワイの勝ちや。ミサイルボットでもかなりダメージ入るな。なぜあいつの足は折れんのだ。2対1は分が悪いから今日はここまでにしてやる。左側から敵モビルスーツも2つ引いてちょうど良かったかもな。残り50秒を切ったけどポイントは若干こっちが高めなだけだから注意しないと逆転されそう。無謀な勝負はしないで倒せる敵を倒した方が肩が良さそうだな。ゴッズみたいに最後に倒されるのはもう嫌だしね。サイサリス狙いたかったけど無敵状態で逃げられちゃった。4番スコッチに来そうな気配がするな。あの地形でスクガルが戦うのは無理があるしな。ディーバグサイサリス連れてきたか。スクガルはフィールドで格闘ダメ防げたようだな。じゃけん私は追撃しちゃうよん。暴れられても困るから HP 削って引かせたいところ。ビームライフルで引きながら追撃しておいてよかった。ああ、アウスラなんでそこで私に格闘で突っ込んでこないんじゃ。せっかく回避した格闘をもらうこれぞペペッペババクを見ていく。めっちゃ乱戦になってるやん。ここは無敵時間で倒せる敵を見定めて一気でも倒したいところ。アウスラはシールドにダメージ吸われそうだから百式にするか。高速百式コンボを加え。よしここで削り切れば一気撃破だ。果たして撃破できるか。チクショー。ってことで勝ち申した。やっぱり修正された百式は強いわ。こんなガバナお前でもトップ層な目できるぐらいだからな。心残りは最後の百式落としきれなかったところかな。あの百式落としていたら個人スコアは4000になっていたかもしれないしな。よろけ取りやすくて格闘も早くダウンからでも追撃格闘触れる百式は強襲機初心者におすすめできるね。ビームライフルの射程もそこそこ長くよろけも取れるから格闘しに行くきっかけ作りは可能だしな。スティーム版でも150コスの百式が無料配布されているから強襲機苦手な人もチャレンジしてみてね。思ったより使いやすいから強襲機を使うきっかけになると嬉しいぜ。ってことで今回はここまで。さよなら。